おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて、そうしたらですね、本日はフォーメーションコンボを崩したチームとフォーメーションコンボを前半から発動させたチーム、この2つをですね合計60試合で検証してきましたので、まずそもそも崩すメリットって何なのっていうところの解説をしてからですね、検証結果をお伝えして、最後にどういう風にチームを作ったらいいのかっていうところまで触れていこうと思います。SWCC でね、決勝トーナメント出たことないようですとか、まだまだ始めたばっかりでサカツクってどういう風にチーム作っていったらいいのってね悩んでる方、ぜひ参考にしていただけたらと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあ、まずね、フォーメーションコンボあるなしって何なの、発動する崩すって何なのって話なんですが、まずこのチーム見ていただきたいんですが、総合値20万ですよね、199,355、これがフォーメーションコンボを発動しているチームです。ノースゲート監督のフォーメーションコンボを発動させてます。必要なところに必要なプレースタイルの選手を置いてますよね。トレゼゲ、ランパード、シュクリニアル、テリー、ファンデルサール、それぞれの場所にそれぞれの選手を置くことでフォーメーションコンボが発動してます。で、崩すって何なのっていうと、同じ総合値20万以下の、まあ、ゴールドディビジョンに挑むね20万以下にはするんですが、こんな感じでですね、クライファートとモドリッチ、それぞれゴレアドールのところにポストプレイヤーのクライファート、セントラルミドフィールダーのところにダイナモのモドリッチを置くことでフォーメーションコンボを発動させなくしてます。で、後半からですね、クライファートのところにゴレアドールのゴン中山、モドリッチのところにセントラルミドフィールダーのランパードを入れることで後半からフォーメーションコンボが発動すると、そういう風にしているものを崩すと呼んでます。前半は発動なし、後半から発動させるので前半フォーメーションコンボ崩れているということでフォーメコン崩しっていう風に呼んでいるわけですね。で、じゃあ崩すメリットって何なの、フォーメーションコンボ発動させた方が強いんじゃないのって話なんですけど、もちろんね、発動させた方が強いことは強いんですが、やはり SWCC ですね、総合値の制限、ゴールドで言ったら20万以下に下げなければいけないって中で、弱い選手を起用して総合値を下げるのか、それともですね、フォーメーションコンボを崩すのかって2つの選択肢があるわけです。今このチーム見ていただいたら分かるんですが、フォーメーションコンボ発動してます。ただですね、ガッツーゾとセイドルフ、この2人の場所を入れ替えるとフォーメーションコンボが発動しなくなるので総合値が6万下がるわけですよね。左上の数字注目です。6万下がりますよね。24万4000から18万2000まで下がります。こうすることでですね、使ってる選手の質とか強さを何も変えずにフォーメーションコンボを発動させなくすることで総合値を下げて SWCC の総合値制限下に入れると、そういうメリットがあります。じゃあそんな中でですね、果たして本当に前半崩して後半から発動させた方がいいのか、それともね、弱い選手を起用してでも前半からフォーメーションコンボを発動させた方がいいのか、この2つをですね、今回それぞれ60試合で検証してきたわけです。っていうところで、まずじゃあ検証してきたまず1チーム目ですね、こちらフォーメーションコンボ発動させてないチームです。後半からですね、クライファートに変えて中山、エムバペに変えてルカク、ギグスに変えてロチェルソ、ジェームズに変えてアセンシオを入れてます。ゴン、ルカク、アセンシオ、ロチェルソ、この4人のジョーカーを後半からぶち込むことでですね、フォーメーションコンボ発動させつつ、4人のジョーカーの火力出したいといったパターンですね。でモドリッチのところにランパードですね。でこれでフォーメコンが発動するので、これがフォメコン崩しバージョンで、フォメコン崩しじゃない方がこちらですね、トレゼゲに変えてゴン、コウチーニョに変えてルカク、ジェラードに変えてロチェルソ、メッシに変えてアセンシオになってます。で、じゃあさっきのチームとこっちのチーム、選手全体的にどこが違うのって言ったら、最終ラインが、前半はですね、基本的に大きく違いますよね。前線の選手が違う、トレゼゲ、コウチーノ、ジェラード、メッシが違いますが、後ろに関しては、シュクリニアル入れてます。カバーリングサイドバックの選手から、戦術を違う選手に移すことで総合値をさらに下げ、テリーもね、入れていることでちょっとね、後ろの方も守備力下がってますが、まあ、これはしょうがないかな。フォーメコン崩す以上は総合値下げなければいけないので、ちなみにメッシもね、コウチーノもフォーメーションコンボ崩す過程で総合値下げなきゃいけないので、フォーメーションも発動させる過程で、ね、総合値下げなければいけないので、それぞれ適正ポジションでは使ってないです。ただ後半からジョーカーね、4人ぶち込むっていうところはフォーメーションコン崩し、フォーメーション発動両方変わらずというところになってます。さあ、そしたらですね、早速結果の方を見ていければなと思うんですが、フォーメーションコンボを崩したチームですね、よいしょ、ちょっと待って、なんか反応が悪い、よいしょ、フォーメーションコンボを崩したチームですね、30試合してきた中で
前半で18得点、後半で39得点、前半で15失点、後半で12失点、数字ね、あの画面の右側に出しておきます。で、得失点ですね、30試合でどれだけ得失点上回ったか、失点の得点が上回ったかは30でした。で、勝ち点のところで見ると21勝6分け3敗ということで、勝ち点69ですね。うん、負けなかった、ほとんど負けなかった。30試合して3試合しか負けなかったですし、引き分けも6ではあったんですが、点の取り合いになることが多かったかな。3対3とか、2対2とか、そういう点の取り合いになる印象が強かったです。じゃあもう片方のフォーメーションコンボ発動させた方を見ていきましょう。ちょっと待って、なんか私のね iPhone が水没したんですけど、水没したせいでね、画面の反応がマジで悪くなった。こちらフォーメーションコンボ発動させたやつなんですが、前半の得点15点です。で、後半の得点が48、前半の失点が6、後半の失点が18、得失点でいうと39でしたね。で、じゃあ勝ち点どうなのっていうと、22勝2分け6敗で68でした。もうね、この2つの比較で見ていくと、フォーメーションコンボを発動させた方のチーム、前半から発動させることで、とにかくね、前半の失点が少なくなったなという印象ですね。やっぱり前半からきちんとノースゲート監督のフォーメーションコンボである獅子王の城壁が発動して、チーム全体のですね、効果が上がってるわけですよ。パス、ドリブル、パスカット、キープパワーが 80% 上昇しているので、まあ、パスカットの上昇も相まりですね、点やっぱ取られにくかったですね。15失点に比べて6失点ということで、かなり前半硬かったです。後半に関してはやっぱりですね、フォーメーションコンボを発動させてないチームの方が選手の質は高いので、フォーメーションコンボを発動させてね、同じ条件になった後半からは、やはりね、フォーメーションコン崩しの方が失点は少なくなったかなと思います。ただフォーメーションコンボ崩してる方も発動してる方も、後半に入ってからはね、やはり点取れることには変わりないので、後半の失点が多くてもですね、その分上から点取れるっていうのは大きいかなと思いましたね。後半失点多くなっても、結果別に点は同じようにお互い取れるので、発動させてようが発動させてなかろうがね。で、後半の得点に関してはノースゲート監督のフォーメーションコンボ発動させた方が高くなっていたんですが、ここの部分はね、正直なんだろうと思ったんですけど、キャプテン特徴かなと思いましたね。一応ゴンだけなんですけど、かかるのは、フォーメーション崩しの方はね、ちょっとテリー使ってないので、モドリッチ使っていたのでっていうところもあったのかなと思います。モドリッチのキャプテン特徴が前半で切れるフォーメーション崩しと、後半もね、テリーのキャプテン特徴が発動し続けるフォーメーションコンボを発動させているものの差もあったのかなと思いますし、あともう一個はですね、純粋に点の取り合いになったって印象が多かったですね。失点も多い分点も取れるので、お互いね、スキルが、両チームね、バンボが発動したっていうような感じでした。勝ち点で見るとですね、フォーメーションコンボ発動させない方が高かったんですが、ただですね、やっぱり負けの数で見るとね、こっちの方が少なかったんですけど、負けなかったね、後半から取り返すことがすごく、多かったっていうのもありますし、あとは全体的にやっぱりすごくバランスが良かったかな。常に殴り合いで勝つか、殴り合いで勝ちきれないかの差だったのかなと思います。じゃあ結果どうしたらいいのって話なんですが、199,900 フォーメーションコンボ崩して出せるんだったらこれでいいと思います。崩して出せるんだったらね、フォーメーション崩して、まあこれが例えば今私ゴールドディビジョン前提で話してますが、20万だとかプラチナの25万だとかシルバーの15に崩して、本当にラインギリギリまで出して、きちんといいクオリティの選手、いいスキルを持った選手を使えるんだったら、崩しても崩さなくてもそんなに大差ないのかなと思いました。ただ崩してちょっとでもね、総合値が例えばゴールドの20万制限の中で19万5000とかまで下がっちゃうのであれば、間違いなくフォーメーションコンボ前半から発動させた方がいいですね。うん、やっぱり前半の失点が少ないっていうものは、それそのまま後半で取らなきゃいけない得点の数に影響しますし、もちろんね、取り切れなくて勝てないっていうところもあるかもしれないんですが、結果的にですね、やっぱり前半で2失点とかしちゃうと後半で3点取り返さなきゃいけない、このチームそうだったんですね。フォーメーションコンボ崩しだと前半2失点して後半3点取り返さなきゃいけないシーンが何回かあったんですけど、それでも取り切れるんですが、
やっぱね19万9000ないと厳しいのかなと思いましたね。まあ、以前私がね同じように検証した時にフォーメーションコンボを崩した時は18万ぐらいで、フォーメーションコンボ発動させて20万弱ギリギリの時はやっぱりねフォーメーションコンボ発動させた方が強かったんですよ。で結果フォーメーションコンボ崩しても19万ある時はそれでいいのかもしれませんが、どっちでもね、まあ、どっちでもいいって言い方したらあれですけど、まあ崩すって選択肢もありなのかもしれませんが、そうじゃないんだったらきちんと丁寧に前半からね総合値下げてでも発動させて、後半からフォーメーションコンボ、やるんじゃなくて前半からきちんと出すっていう方が結果的に勝ちやすいのかなと思いました。はい、っていうところでですね、じゃあ最後にどういう風にあと最後チーム作っていくのって話なんですが、あとこれはね純粋にポジションエディットの話をしていくんですけど、私がやってる戦法ですが、一応ねここ5、6回ぐらいの SWCC を出し勝ち点142を割ったことがないのかな。フォメコン崩し18万ぐらいの時も含めてですが、ここを多分直近6回5回ぐらいで3、4回私決勝トーナメント出てるんですが、気をつけてることはディフェンシブミドフィルダーとセンターバックの間を空けないことですね。今ここ見ていただいたら分かるんですが、すごく近い距離に置いてますよね。マケレレ、ラドモンド、ベッケン、ガトゥーゾ、ロマニオリ、サイドアタックに関してもそうなんですよね。ガトゥーゾ、モドリッチ、みんな近い位置に置いてます。でここもねティアゴ、マケレレ、ガトゥーゾ含めて近い位置に置いてるんですが、ここはですねやっぱり、ディフェンシブミドフィルダーを高い位置に置いてしまってと、ていうかこの2つですね、センターバックとディフェンシブミドフィルダーの間を空けてしまうと、この間にねでパスを受けた時にここの間でドリブル発動されてしまうんですよね。マケレレ、ガッドゥーゾ、ベッケン、ラドモンド、ロマニオリの間がないとこの間でパスを受けれないので、ほとんど受けてもすぐに詰めれるとかね、エリアがないので、ギグスがいてギグスがねそのエリアに入っていった時に自由にそこでパスをもらってドリブルを仕掛けられるのか、それとももうスペースがないのか。でこのゲームってディフェンスラインを高くしてもですね裏抜けできないので、 AI そんな優秀じゃないので、マックス高い位置まではあんまりおすすめしませんが、ちょっとディフェンスライン、センターバックのラインを上げてね、ディフェンスミドフィルダーとくっつけることで、オーメーメフもですが、センターフォワードも例えばウイングの選手もディフェンシブミドフィルダーを抜いてさらにセンターバックを抜かなきゃいけないとか、逆に距離が近いのでセンターバック抜いてもすぐにディフェンシブミドフィルダーがカバーに来るとか、そういうところでですねすぐにボールを奪い返せるんですね。ここすごく重要なところだなと思います。フォワードの選手をねどこに置くかっていうのは結構本当にね人それぞれですし、SWCC の決勝トーナメント出てる方もですねすごい結構自由に置いてるんですけど、多くの方がねやはりセンターバックと DMF は間を空けていない傾向がありますので、まあ、距離を詰めたりだとか、あとはねセンターバックのラインの間にセントラルディフェンスミドフィルダー1枚落として5バック4バック3バックを疑似的4バックとかにしたりですとか、そういう守り方をしているので、前線のところはねそんなにゴリゴリ何かねこの形が強いとかはないかもしれませんが、この後ろの形はね DMF とセンターバックのラインをくっつけるっていうのは本当におすすめです。ぜひやってみてください。ってことでですね、今回こんな感じでちょっと解説長くなっちゃったんですけど終わりにしたいと思います。ぜひねこれSWCC 決勝トーナメントで使って進出していただけたらなと思います。最終戦で使ってね決勝トーナメント進出していただけたらなと思います。ちなみにこれで負けたといっても苦情は受け付けませんが、ある程度やっぱりね本当にもうだいぶ検証してきた結果なので、全く信用できない情報ってわけではないかなと思いますので、ぜひご参考にしてください。ということで皆様の良きゲームライフと SWCC での健闘を祈っております。豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方はグッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますのでお願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。